どうもタクです。いつもご視聴ありがとうございます。ちょっとね、前回の撮影から引き続き動画を撮影してますんで、見慣れた形でやってるかなと思います。ニュージェネレーションオブスイングプレーンね、前回の動画ご視聴いただけましたでしょうか。スイングプレーンとは何かっていうところね、体全体の動きの中で解説させていただきました。まあちょっと難しいところではあるので、なんとなくポイントポイントで理解していただければ十分かなというところ、もしわからないところがあればコメントいただければと思いますし、まあ何回か見返したりとか、あとは他の動画、タクト TV も含めて他のチャンネルも合わせていろんな動画とかいろんな情報を取得していく中で、あれ言ってたことこういうことなのかな、伝わればいいかなと思っています。でですね、今日はそのスイングプレーンを取っていくために大切なトップハンドの使い方、これについて改めてスキル解説していこうかなと思います。今まで、トップハンドの使い方っていうので紹介したスキル、この動作の名前ですね、今日もたくさん出てきますんで、一個一個それもまた復習しながらやっていきたいと思います。スキルネームを覚えることによって動作の理解度が高まる、私はそういう風に考えていますので、名前、動きの名前も一緒に合わせてね、覚えていただければと思います。ちょっと前回からの復習になりますが、スイングプレーンをスイングしていくためには、このトップハンド側の肩からバットが出ていく動作が非常に大切になっていきます。それに合わせてね、前傾姿勢とか後ろ足の沈み込みとかがあって、コースに対応していくというような形に入っていきますね。なのでこのトップハンド側のバットの出方っていうのがすごく大切になっていきます。そこら辺の使い方ですね。例えばここに今マットがあって、ボクシングジムのあのパンチングマットみたいなのがあって、昔で言うたら布団叩きみたいなね、イメージかなと僕は思ったんですけど、布団叩きとか今するかな、しないですよね。ここにマットがあって、これをトップハンド側で打ち込みます。バチンバチン打ち込むときに、普通打ち込むときにはこのヘッドが外から前に向かって出てきな、外から内側に向かってバーン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 、この叩き方ですね。外から内側に向かって叩く、普通布団叩くってなったら多分これ内側に向かって叩く動作になるかなと思うんですけれども、バッティングのトップハンドの叩き、打ち込みですね、いわゆる打ち込みっていうのは違う動作になります。逆ですね、ヘッドが体の外に出ていくフェーズが必要になっていきます。これがバットコントロールになっていくわけですね。ボールに向かって最後バットの芯が出ていく動作なので、ヘッドは背中側から自分の外側に向かって打ち込んでいく動作が必要になっていきます。これを肩のライン上で取れるかどうかいうところですね。内側に向かってバチンバチンバチン、これ見たら分かると思うんですが、ダウンスイングのスイング軌道ですね。遠いところにヘッドがあって前に向かってスイングしていく、遠いところから内側に向かって入っていくスイング軌道ではなくて、近いところから外に向かってスイング軌道を取っていく打ち込み、このトップハンドの使い方。今日は動作を自分でチェックしていくためにスキルを3つ紹介しながらドリルにしていきます。トップハンドの使い方、大事な3つのスキル最初に紹介したいと思います。これがグリップアップ、スイングバック、そしてパームアップ、この3つの動作になっていきます。1個ずつですね、解説していったらなんとなくその動作の一連が分かると思うので、ぜひ懲りずに聞いていただければと思います。グリップアップっていうのはこのグリップエンドですね、バットのグリップが少し上に向いていく動作になります。上を向いていくことでヘッドが下がっていって、スイングプレーン上にグリップエンドからバットヘッドが収まっていきます。ダダダダダダダ、肩と胸のライン上にグリップとバットヘッドが収まっていきます。ギュッ、これがプレーンに入っていくための準備になりますね。グリップが上向き、グリップが上向き。次にスイングバックというのは、キャッチャー側にバットヘッドが振られていく形になっていきますが、自分の体の中で言うとトップハンドからバットヘッドが離れていく動作になります。トップハンドの肩からバットが離れていく動作、これがスイングバックになっていきます。この腕の使い方ですね、この辺りが単純にバットをスイングする動作と、違う部分になっていきます。親指を外側に向けて離していく動作
こっちにバットヘッドが離れていくことでスイングプレーン上に伸びていって強く後ろから遠心力を作っていくことができます。親指を外側に出していく動作ですね。これが前に肘の曲げ伸ばしだけでスイングしていってしまうと、まあ、腕を使ったスイングという形ですね。ダンダンダン、プッシュだけにならないようにこのバットヘッドが体から離れていくフェーズを取っていくのがスイングバック動作になっていきます。最後にパームアップ動作ですね。パームっていうのはトップハンド側の手のひらのことを言います。手のひらが上を向いた状態をパッと前に向かって作る、これがパームアップです。まあ、さっきのスイングバックがそのまんま終わってしまうとそのまま巻きつく形でスイングが終わってしまうので、スイング軌道をこの遠心力を前に作っていくためには手のひらを上向きにして伸びていくフェーズをスイングバックから連動して取っていくことが大切になっていきます。ではですね、3つの動作を連動させて行っていきます。片手で行います。構えてトップハンド側でグリップアップ、グリップアップ、スイングバック、スイングバック、トップハンドからバットが離れていきます。でパームアップ伸びていきます。グリップアップ、スイングバック、パームアップ。これで見えますかね、スイングプレーン上をバットが振っている軌道を作っていくことができます。グリップアップ、スイングバック、パームアップ、離れていく動作ですね。でスイングバックだけ行うとこれ体からバットが離れて大丈夫なのかと思うかもしれないですが、これでグリップアップからスイングバックに入っていくところで胸が回っていきます。トップハンド側が前方に出ていくことでこのスイングバック動作、トップハンドから離れていく動作っていうのはホームベースの上を通過するようになっていきます。なので上半身の回転動作っていうのは非常に大切ですね。回っていってスイングプレーンをホームベース上を通っていく、グリップアップ、スイングバック、そしてもう一伸びパームアップ動作作っていくという感じですね。止まらずにいきます。構えてグリップアップ、スイングバック、体回っていってパームアップ、ブンブンブン、で実際のボールをヒッティングしてグリップアップ、スイングバック、パームアップ。トップハンドの使い方、ちょっと動きのチェックをもとにスイングプレーン今後の、ね、理解力につながっていけばいいかなと思います。まあ、特にスイングバックの部分ね、トップハンド側から離れていくところ、みんなやっぱり引っ張って振っていってしまうのでじゃなくて離れていくところをきっちり作って叩き込む、ここら辺のですねトップハンドの使い方覚えていってヒッティングに入っていけるといいかな思います。まあ、なんかね動画のリクエストなどもあれば、それも参考にさせていただければと思います。またよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。どうもタクトです。この度タクト TV ではメンバーシップを始めました。有料になるんですが、こちらでメンバー限定で閲覧できる動画、テキスト、それからオンラインの交流会、僕がオフラインでやっている講習会のオンラインチケット、それからアーカイブ、ここら辺が特典としてあります。メンバー限定の動画では様々なゲストを呼んでの対談とか、いつもの一般公開の動画よりもさらに踏み込んだ実践的な内容の動画をお届けします。チャンネル内で見られるコミュニティのページでは僕の近況報告だったり、野球について思うことのあれこれをメンバーとシェアしたり、動画の詳しい解説を読みやすいようにテキストでお届けしています。メンバーになりたいと思った方はレベルって呼ばれる月額のコースが2つありますので、こちら間違いないようにお選びいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。